さあ始まりましたホットバージョン121でございます。今回はですね、86クラブと VTEC クラブのなんと2階建てでございます。おお、手抜いてるね。手抜いてません。スペシャルな2階建て。2階建てっていう？スペシャルな、日本建て。日本建てです。今回はですね、ギャルもスペシャルです。皆さんはじめまして、2012年度セントスイーティーズの笠木翔子です。今日は大好きな86のロケということで、めっちゃ楽しみにしてました。皆さんよろしくお願いします。お願いします。今回はですね、86とそれから VTEC を積んだ車の特集ということなので、86といえば86ですよ。86と言っても、はっきり今回中小ではっきり言ってあげた方がいい。豆はいりません。何ですか豆って。豆はいりません。俺のがなくして86は語れない。じゃあさ、豆はいりませんから。うるせえだよお前。まあでもどうせ来てるんでしょきっと豆号ね。当たり前でしょ。86クラブといったら、はい、86は基本です。まあ確かにね、豆がベンチマークになりますからね。豆じゃねえって言ってるから豆じゃねえんだよ。だからその新型のチューニング86、ニュー86がどこまでね、その成熟してきたか、僕の基準に見てはねえよ。なるほどね、はい、うん、それがいいと思います。今回ギャルも2階建て、ギャルも2階建て、2階建てスペシャルでお送りしたいと思います、はい、どうぞ。というわけで、まずは86クラブからスタート。速さの指標となるドリキン号に対してニュー86はどんな走りを見せるのか。筑波バトルだ。86チューニング情報その1、ドリキン号の進化。さあそれでは、はい、スーパー86のご紹介に入りたい。はい、いいですか。スーパー86。スーパー86、だって見たい。スーパー86って言ってもう古いんだよ。見たことないんで、古いの見てみたいです。今なんか古いのって言い方がいいですね。え、古いの。もう一回乗って言ったって。今なんつった。古いの見たいです。古いの。あ、したらこう言ってこう。古いの、古臭いの。まあこれ何ですか。何、これ何ですか。鍵穴だよこれは。ここで鍵を開けんだよ。あ、そうだ。ピピって開かないですね。あの今じゃこうピッて押したらちょっと何がタクシーと一緒だ。何がタクシーと一緒だ。ふざけんな。タクシーだって今これよ、スイッチをビーだよ。地元のタクシーこれです。なるほどね。このドリキンシート、そう、なんかかっこいい。これはかっこいい。ドリキンシート、これ限定の。そうなんですか。そう、世界300脚限定。あ、でもエンジンは違いますねこれ。かっこいいだろ。これちょっとかっこいいですね。ラッパだよ。ラッパじゃねえんだよ。ラッパラッパ、ラッパ。これはイニシャル D より上行ってますね。そりゃそうだよ。匠は俺の真似をしてんだよ。僕らが乗ってる頃にもしこの仕様があったらもう半端ない。半端ない。じゃあこのね、あの86は AE86 ってのは年々進化してる。だから、そうですよね。どん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 こうやって進化して、まあ、エンジンにしてもサスペンションにしても、そうですね、進化してるよね。してますね。パワー的にはどのくらい。今207馬力出てます。あ、すごいですね、はい、で古いのどうだった。古いの、あ、古いの私は好きですね。特にあの回す何ですかね。ブルン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 馬車よ。違いますか。ブクブキみたいなやつ。もうなんかここまで来ただけで結構なんかいいねこれ。スーパーマメ号ノブがインプレッション。リアがすげえ滑る。こんな綺麗な86いないよこれ。いいなこれ。なんかまあ僕は86出身ってこともあるでしょうけど、なんか愛着がすごくこう湧きやすいというか、持っててね、かわいい。なんかもうコーナリングの限界は高くない、低い、でも楽しい。まだね、俺の車はね、さほど手もまだ入ってないし、あんまつまんない、まあ、もっとこう自分の神経が行き届くような車にしないと、楽しくはないですね。この車の方が楽しい。86チューニング情報その2、速さの秘密。
一方ニュー86の中で現在最速と言われるマシンをチェック、レボリューション号だ。その速さの秘密とは。この車なんと4秒フラットとか、まあ、練習とかでは3秒台に入ってるという噂なんですよ。筑波で、筑波で。マジで早いね。それはノーマルって11秒とか10秒とかそれでしょ、まあ、3秒台に入ってるっていうんですよ、この車。え、なんでそんな速いの。軽いっすかね、マジで。軽いの、はい、ちょっとエンジンが結構パワーが給排気やってて出れますね。え、中はエンジン、エンジン中身ノーマルです、量産のノーマルです。あ、そう、はい、え、何キロぐらい軽くなってるの。バランス前が1150ですけど今1060ぐらいですから、100キロ、90キロ、はい、木屋さんのあれ何キロですか、あの満面。あ、980ぐらいだよ。あ、馬力はどれぐらいですか。220ぐらい。木屋さんのより13馬力しか変わんないですよ。それでそんな速いの。これはエアクリナのボックス。かっこいいじゃんこれ。で前から新鮮な空気、この2つの首脳ビール次のでっかいスロットル70杯付きのっていう感じですね、うん。これはオリジナルですか。オリジナルです、これ効果ありそうですね。ありますね。あるね、これビッグスロットル、うん、ノーマルエンジンで3秒9とか4秒フラットってすげえな。だってシルビアとかでもなかなかそのタイムっていかないですよ、3秒台なんて出ないよな、はい、タイヤもすごいですよね。4輪265、265、記者さんの豆の倍ぐらいだ。屋根もカーボン、屋根もカーボン。え、そうなのこれ、はい、これシールじゃない、シールじゃないドライバーボン。だいたい 3,4 キロ軽いですよ。そう、これ軽い、全然軽い。だってほらシートのサイドステーもカーボンですよ。見ちゃいました。お、名車より3秒速いってのは問題だよ。問題ですね、まずいですね。問題、まずいですよ。そう、名車が遅いって噂はないの。86チューニング情報その3、86の未来。じゃあ次はすごい車を呼びました。すごいの。すごいです、本当にすごいの。あの今回の86バトルには出ませんが、マシンチェックとして呼んでるんですが、なんとですねこの86、通常の水平対向4気筒から2個増えて6発です。水平対向6気筒、ポルシェと一緒です。乗せ替えたの。乗せ替えです、エンジン乗せ替えです。これはレガシーのエンジン。そうです。あ、そう、はい、これは何馬力あるんですか。カタログで一応250っていうのは出てますけど、今現状多分230-240ぐらいじゃないかなっていうのが。これ3リッター、3リッターです。これだってすんなりは乗らないもんね。そうですね、まあメンバー一部は加工と、まあでもその他はもうほとんど合いますよ。へえ、これミッションは。ミッションも86のそのまんまですね。そのまんま、はい、マウントとかもそのまんま。そのまんまです。プロペラシャフトもじゃあそのまんま。そのまんまです。3ヶ月後待っていただいたら300万くらい。おお、いいと思う。ゼクマリキあれはすごい。それ次楽しみだね。そうですね、ちょっとお時間いただければ、ね、まだ2週間経てないんで。乗せたばっかり。そうです。乗ってみよう、とりあえずどんなもんか。うん、6発のニュー86です。おお、すごいね。だけどね、1年もしないうちにこういうチューニングがもう進んじゃってるって、もうトルク出てる。トルクあるな、やっぱり。失敗ですね、うん、サーキット初めてなもんで、あの車に関しては、うん、無事帰ってこれたら、はい。3リッターフラット6の86、その手応えはどうか。まずはドリドリがチェック。お、トルクある、トルクある。これはいい感じだ。これはいい感じだぞ。まだね、乗せてばっかりだから、ちょっと6000シフトになってるけど、大したもんだよこれ。立派ですよこれ。結構いい感じですよ。ちょっと押していくか。これこの辺がね、やっぱちょっと重いんだね、頭。バランスがああいうところでちょっと崩れてるかな。ステアリングがこうちょっと引っかかるところがあるんで、そういうところがね改善されていけば、これはありですね。面白い、これはありだ、本当に。ドリドリの評価はかなりいい感じ。続いてオリラーの評価は、ちなみにこの日はアミューズさんの走行会にお邪魔してます。むしろね、ハンドリングなんかもフロントの接地感があって、すごく乗りやすいには乗りやすいね、これ。エンジンもすごいスムーズなトルクで回っていく感じ。水平対向6気筒、こんなエンジンがあるの知りませんでしたが、まずね乗って思うことは、やっぱりその中速の
トルクがやっぱ、4パットの水平在庫とノーマルの圧力全然違ってすごく穏やかで乗りやすい。で、車重バランス的にもむしろこっちの方がね、フロント荷重がストーッとずっと残るような感じで、すごいなんかね、安心して乗れる感じがありましたね。ここから攻めていくともちろんもうちょっといろいろ欲しくはなる部分あるだろうけど、ストリートからこうサーキットを楽しむ分にはすごく乗りやすい仕様でしたね。ちょっと思ったよりも想像よりも良かった。さあ、それではこの日妻に集まった新旧86を紹介しよう。お古いのが4台、新しいのが7台です。まずは N2 トップドライバーの鎌田選手が乗るテックアート号だ。マネージはもう完成してますね、うん、今も今回僕の車もエアコン付きで、238馬力、 AE86 を代表してですね、頑張らせていただきます。はい。最高速はスワサーキットの計測データで比較、テックアート号は163キロをマーク。さすが238馬力だ。タイムは1分6秒588。おはようございます。お次も N286 の製作技術が盛り込まれたマシンが登場。まずは高太郎の愛車小泉紹介号だ。エンジンは今回もう86勢はやっぱ今の流行りの 7A で、まあ、じゃないとちょっともう戦えないんじゃないかっていう話だったんで、土屋さんともちろん走りたいですし、まあ、新しい86がなんかすごい速いみたいなんですよね。ちょっとね、どこまで絡めるかはちょっと分かんないんですけど。そしてカーファクトリー愛の工場長山谷選手のマシン。頑張って作ってきたんで、今までの集大成だと思って頑張ります。はい、ちゃんとね、前の86もやっぱ良き86ということをアピールしていきたい。古い86じゃなくて名産86しっかりアピールしていきたいと思います。小泉紹介号の最高速は165キロ、テックアート号よりちょい速。暴れるマシンをねじ伏せるところはさすが86乗り。タイムは1分5秒234。今回の AE 勢の中では最速タイムをマーク。軽さが効いているのか。そして工場長山谷選手は、あららら、こっちも速いです。負けてはいられないドリキン号、果たしてその速さは。当初デブリミッターは9000回転だったが、今は耐久性も考え8200に落としてます。ダンロップ下ではちょっとオーバーステアが強いか。最高速は158キロ、4台の中で一番出てない。さらに最終コーナーでもオーバーが。外から見るとかっこいいけど、タイムはなんとか6秒台に。さすが6秒は入ったんだけど、3速4速のギアが合わないから、そこを合わせれば6秒前半ぐらいいくと思うよ。とにかく最終コーナーがね、3は吹け切っちゃうし、4だとボーって言ってるから、そこが遅いよね。その辺でも楽しいからいいの。そして新しい86勢、まずは B レーシング。富士でクラッシュしたのは車高の下げすぎが原因だったみたいです。車高落としすぎてショックのストロークがなかったみたいなんですよね。見直ししてさらに車高を下げてきました。車は見た目が一番ってことで、車庫単命の今井ちゃん。最高速は150キロまで届かず。さあ果たしてタイムはどうかな。1分9秒台。今井ちゃんはドリフトするために外すと1秒は遅くなるという ABS のヒューズもしっかり抜いてます。初登場 D ランゲージ86、ドライバーはイジリさん。周りを見るとね、今日結構速い車いっぱいいるんですけど、まあ、軽量化もそれほどしてないんで、まあうちはうちのベストが出せばいいかなと思ってます。タイムは1分6秒265をマーク。祝ドリキン号超え。そして
富士でも速かったオートファクトリー号はどうか。ホームコースの富士は得意なんですけど、まあ、筑波はもう本当になもう全然得意じゃないので、まあ1週間泊まり込んで平均タイムでまあ、コンスタントに4秒台の真ん中ぐらいをレース中に出せれば勝算があるのかなと思ってます。オートファクトリー号は最高速163キロとテックアト号とほぼ同じだが、タイムはなんと2秒も速い。新型はコーナーが速いってことか。アミューズ号はハイテックロムで213馬力をマークしてきた。前回の富士からだと、まあ、車高のバランスとデフをちょっと、変えてる。ちょっとイニシャル落として、まあ、コーナーのターンインの時にちょっと引きずらないようにっていう感じで持ってきますね。担当ドライバーはノブ。最終コーナーではすごいツッコミを見せるが、オーバーステアーが顔を出す。 GT ウィングがないのが原因か。6秒2です、うん、よくないね。はい、よくないね。よくない、うん、車高がよくない。なんかギアも踏ん張らない代わりにあんま曲がんないな。あ、本当か。245、後ろ240、230で合わせてみようか。230で、はい。豆号の方が直線速い。遅い、これアミューズ号。最高速はドリキン号より若干遅いにもかかわらず、タイムではなんと上回ってきた。急遽マシンを仕上げてきたサンライズ号。ドライバーは日比野選手。とりあえずベースは RC と一番低いグレードで、車高調とタイヤで、あと LSD をつけて、まあ、あとファイナルを 4.3 かなに変えたぐらいですね。石田さんと一緒に走りたいですね。もうそれがやっぱり今日の目標なんで、ついていきたいです。パワーは出ているが最高速が伸びない。ドリキン号より3キロも遅いのはどでかい GT ウィングのおかげ。しかしコーナリングの安定度は抜群。タイムはこれまた祝ドリキン号超えです。最近どっぷり86に力を入れているラスティはどうか。富士からファイナルちょっとロングにしてきて、大きい変更というのは特にないですけど、まあ足のセットをちょっと煮詰めていってだいぶ良くなってきてると思います。目標順位は2位です。このマシンも GT ウィング付きで最高速はドリキン号とほぼ同じだ。オリラーはコース幅を目いっぱい使いアタック。オリラーの熱い走りでタイムは1分5秒315をマーク。すごいです。練習走行のタイムを見て、まあ、1秒近くあったんで、ちょっと車のセットアップを変えて臨みましたが、いまいちでしたね。早いですね、862台はね。AE も1台やられちゃいましたけどね。まあ、でも乗ってたら面白い車です、86は。そしてこの日最速タイムをマークしたのは、タイヤウォーマーまで持ち込んでいたレボリューション号。車が速いんで、一等賞を取りたいなと思ってます、はい。このマシンは GT ウィング付きにもかかわらず、最高速はなんと166キロと最速。そしてタイムをきっちり3秒台に。軽量化とパワーアップで新型はすごい変貌を遂げるが、しかしトラブル発生。早すぎて油膜切れを起こしてしまった。クランクのオールシールですね、フロント側のとこからジャジャ漏れじゃないんですけど、修理ちょっと不可能なんでガレージ持ち込まないとですね。でこのまま走らせても、まあ、走るんですけど、レースなんでオイル撒いちゃうと危険なんで、私でもちょっと予選ポールポジションですけど、ちょっと難しいと思います走るの、はい。予選結果ではドリキン号が10番手。今井ちゃん以外は速さの基準をしっかりクリアしました。そして実車重もチェック。上位4台は AE 勢が独占。車
車重の軽さはバトルにも影響するはずだが、果たして結果はいかに。さあついに決勝、古いのと新しいのとではどっちが速いのか。今回は7周のバトルです。スターティンググリッドは予選の逆ホール、油膜切れでリタイアしたレボリューション号は参加できなかったが、すでにその対策パーツも開発しているとのこと。6番手にはアミューズのノブ谷口、7番手は日比野選手、その後ろはオリダーだ。いや、日比野に負けたくねえよな、やっぱな。スタート方式はローリングスタート、ポールは今井ちゃん、ドリドリは2番手、3番手は鎌田選手。おっとアクセル音が遅れる。抜群のスタートを切ったのはドリドリ、いきなり今井ちゃんを捉えて1コーナーへトップで進入。その後方は混戦状態に。リプレイチェックはノブのアミューズから順当にイン側を選ぶ。その後ろには日比野選手、オリダーはそのアウトへ。そのままアウトから狙うオリダーだが、後ろにはつきたくないみたいでコースはみ出してます。前方では谷口アミューズがアウトから仕掛けるが、しかし道を閉ざされたノブはここで痛恨のブレーキング。日比野選手を捉えたいオリダー、日比野選手は右へ、オリダーは左へ。おすごいことになってます。そしてオリダーは2ヘアでアウトからイジリ選手に並ぶ。さあどうか。なんとオリダーは8番手スタートから一気に3番手に浮上。逃げろ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 。このまま逃げたいドリドリだが、最終コーナーではオーバーステアが収まらない。それでも全開です。この人2番手は鎌田選手、その後ろにはオリダーが迫る。いったー、すげー。その後ろでは日比野選手も4番手に浮上。いやー、86出身ドライバーはやっぱりすごいね。見せてくれます。そして今度は小太郎がイジリ選手に迫る。エイゼも負けてないぞ。エイゼ最速の小泉号、 D ランゲージ号をロックオン。さあいけるか。ブレーキを一瞬遅らせインへ。小太郎5番手に浮上。そしてその前では日比野選手と鎌田選手が加速勝負。ストレートでは 7AG の方が速い。でもコーナーは新型が速いぞ。日比野選手押してます。バトルは3ラップ目に突入。日比野選手今度はアウトから並びかける。さあここでの立ち上がりはどうか。ああ、きっちり並ばれてます。日比野選手3番手に浮上。2番手はオリダー。リメンバーミー、ベタ好きかい。
メートル過ぎ。早い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 わ、畜生。バカにしてやる、あいつ。そうなんです、先輩をバカにしてます。ドリドリピンチ。すごいね、やっぱりこの2人というか完全に遊ばれてます。ちょっとのチューニングで新型86はそのポテンシャルを大幅に上げられるということだ。土屋さんが追い詰められました。だが実を言うとオリダーは日比野選手が上がってくるのを待っていたのだ。バカにしてやる。ちょっとどこから行くよ。この野郎、この野郎、畜生。日比野選手、念願だったドリドリとのバトル。トップに浮上したオリダーにはシグマ、なぜかさらなるやる気スイッチが入っちゃいました。ドリドリも粘るが、日比野号の GT ウィングの効果はここから。勝負は1コーナーか。いった、2番手に浮上。かっこいいぜよ、日比野。バトル相当熱いね。予選2番手のオートファクトリー号が鎌田号のインへ5番手に浮上。これをリプレイチェック。みんな熱くなりすぎです。4番手は光太郎、ドリドリに迫る。これも早いな、この86。この野郎、古いくせに早い、こいつ。田代号もドリドリをパス。直線が遅い。勝負にならん。バトルは残り2周。2番手は日比野選手。トップはオリダー。はい、カモン日比野。バトルが6周目に入ってエイ勢に異変が発生。タイヤは全車ラジアルで共通だが、エイ勢の装着タイヤは205と細いため熱だれでペースを上げられない。これを感じ取ったノブ、ラインを変えて山谷選手に迫る。そしてパス。ありがとう。バックストレート立ち上がってきますね。バックストレート立ち上がってくる。ファイナルラップに入り、今度は新型86の D ランゲージ号が鎌田選手のインを狙う。 D ランゲージ号6位へ。さらにその前方ではオートファクトリー号が光太郎をパス。3番手に浮上。一方今井ちゃんはドリフトの可能性を探ってます。オリダーはこのファイナルラップでファステストラップをマーク。熱い走りを見せてくれた。新旧86ストリートチューニング、筑波バトルを制したのはオリダーのラスティーゴー。よし、ドブじゃなかったぞ。やったやったやった。
自転車2台ぐらい食っただろう。よし、7周でも問題ないタイヤを履く新型に対し、これ以上太くできない AE 勢、その差が浮き彫りとなったバトルだった。新潟の進化はすごいな、ね、1年も発売して1年も経たないうちにこんなに速くなるとはね。やっぱこう日本全国のチューナーが切磋琢磨を一気にしたせいだよね。86ってのはこう時間をかけて時間をかけて5年10年15年って今こういう仕上がりをしてきたんだけど、仕上がってる86でもかなわないね、もうね。さあ86クラブのバトル新旧対決終わりましたけれど、事故なしですか？事故なし。やっぱこう上手いやつだけで固まると大丈夫。ああそうですか。だけどやっぱ15インチとあの17、18インチとの差が大きすぎますね。後半垂れてきてたでしょ、かなりね。まだまだ次は286は195にしなさい、みんな。だからやっぱ新型はさ、すごくバカにしてたんだけど、やっぱこう1年もしないうちにさ、急に速くなったよね。全部いいとこ掴んでますよね、チューナーさんが。我々名車チームは胸を貸してあげるつもりが借りられてしまった。間違いないですね。今粘ってたけどね。すいませんでした。すいませんでした。もうこれでマメはもうお蔵入り。違う違う、セミスリ入ってまたマメを出動。だって A86 はさ、普段から S タイヤだよね。うん、普通タイヤなんか履かないよ。履かない。俺薄い走ってる時ずっと毎日 S タイヤだよ。だから名車クラスは次は S タイヤね。それで行こう。では次回お楽しみに。そして後日、パワーは出ていたのに車速がいまいちだったアミューズ号、その原因をチェック。ムムムムム。直噴のインジェクターの周りに、圧縮漏れを防ぐために、パッキンが入るんですね。なんとそのパッキンがなくなっていたため、圧縮漏れで出力が低下していたとのこと。普通に、ちょっと早めにアクセルを踏むと圧縮が漏れてるんで実質トルクが出ない。なので谷口さんが何か分かんないけどこれだけ置いてかれるよっていう原因がここにあったっていう。パワーを上げたマシンには起こりうる可能性があるので要注意だ。さらにラッティが86をターボカーブースト 1.2 キロで380馬力を発生。ムムムムム。シルビアと同じタイプに使っても全然シルビアよりパワー出ます。まだブースト 1.2 だけど全然シルビアよりも出るから、でトルクもあるんでものすごく楽しめると思いますね。有田さん曰く、やっと楽しめる車に仕上がったとのこと。そのマシンをオリダーがチェック。いやすげえ楽しい。この濡れてる中でもすごく足が良くてグリップ感があって、エンジンもねやっぱノーマルの倍ぐらいの加速感があるんで超楽しいんだけど、これやばい。オリダーの評価も抜群。そのため次号では早速ターボ化された86をバトルでチェック。どんな走りを見せてくれるのか、乞うご期待。